こんにちは、カンカンナです。皆さんこんにちは、梅沢めぐです。はい、はい、今回私たちが挑戦するのは、はい、やんこそばです。やんこそば、いやもう見ての通り、見てください。いやすごいな、流れてる。お店の雰囲気もなんかお蕎麦屋なんて、お蕎麦のわっわって感じがして、だけどそのワンコ要素、ワンコ犬の要素がチラチラなんかイラストで描かれてて、ね、ありますね、可愛いです。かわいい。ちなみになんですけど、はい、ワンコ蕎麦はしたことありますか？私は未経験です。私も未経験です。そうなんだ。やっぱ見ることはあってもね、なかなかやっぱ自分でさ食べることが食べるね、なんかこういうお店があるっていうのも初めてびっくりでした、ね。あの2人は結構食べる方ですか？今までに一番食べた記録はってあるんですけど、大食い小食？私大食いの時はおかしいぐらい食べちゃうんですよ。時期によるやつ、ね、時期によるやつなんですよ。だけど麺は結構入っちゃう気はします。あ、そっか、ラーメンとかね、ラーメン大好きだから。そっかそっか。どうですか？いや私一人でいる時はそんなに、あの食べなくてもいいなってタイプなんだけど、なんか人がいればいるほど、なんかかかっちゃってすっごい食べられるようになるの。今日やばい、今日やばい、今日やばいよ。結構食べれそうですね。今日食べられそうです、はい。わんこそば、どこの名物か知っている？どこの？香川。それうどんじゃない？香川ってうどんじゃない？有名なのは。そうです。おそば、なんだろう、愛媛とか千葉、東京、京都、奈良。出ないな、これ。佐賀、島根岩手。岩手そうだそうだ、岩手だ。え、わかるの？ねえ、なんかさ、ね、本当の反応今のね。言ってみましたということで、岩手の名物なんですけど、はい、行ったことはない。もちろんないね。私もないですね。岩手私も行ったことないな。だからかな、わんこそば、ね、馴染みなかったね。お蕎麦は好き？大好きです。あ、私も蕎麦大好き。何蕎麦？私ね、茶蕎麦が大好きなの。へー、なんだろう、今日のこれは茶蕎麦なのかな。あ、違う、茶蕎麦じゃないや。な、私わかんないです。そう、種類とか種類がわかんない。緑色の蕎麦が好きなの。へー、そんなあるんですね。なんかそう、緑色の蕎麦しか食べたことなくて、逆に人生で。そう、すごい。でもこれ多分スタンダード。そう、東京とか一人暮らしして、こんな色の蕎麦あったんだってなった。ってなったんですね。そう、珍しい。そう、ありますか、何か。もうお蕎麦は何でも好き。お蕎麦は何でも好きです。わかりました。早く食べたい。食べたいね。ちなみにですね、一般女性が食べるのは平均100杯だそうです。これの平均を目指して頑張りましょうってこと。そうですね。100杯、243杯いっている。後ろだからいけるかもしれない、ね、意外といけるかもね。いけるのかもしれない。確かにこのね感じだったら、いけそう。じゃあちょっと、はい、わんこそばに挑戦してみますか。はい、頑張りましょう。はい、じゃあその開始する前に、はい、ちょっとルールの説明があるみたいなので、はい、ルール説明お願いします。お願いします。はい、それでは説明の方をさせていただきます。はい、わんこそばが始まると途中でお手洗いには行けません。行ってしまうとその場で終了となります。はい、またスタンディング立ち食いスタイルなので途中で座ることもできませんのでご了承ください。40分のお時間制ですが、途中でお腹いっぱいになりましたらお手元にありますベルを叩いてください。ギブアップの合図となります。おお、次に回っているおそばには味がついておりません。はい、お盆の上にある赤い小さい方の器にボトルのおつゆ、お好みの薬味を入れていただき、そこにおそばを入れてお召し上がりください。なるほど。はい、わんこそばですので必ず1杯ずつ取っていただき、1杯ずつお召し上がりください。はい、わんこそばを食べ進めていくと赤い器には薄くなってしまったつゆが溜まっていきます。このつゆは奥の大きい桶に捨ててください。なるほど、そういうことか。はい、準備がよろしければこの後カウントダウンが入りますので、スタートの合図で1杯ずつか、タイマーとタイマーのスタートボタンを押してから食べ始めてください。はい、カンカンナ梅沢めぐのカンパステーション。
スタートの方させていただきます。はい、3、2、すごい、スタート。はい、はい、頑張ってください。おー、いただきます。いいんですか？はい、こちらは包丁を使っていただきます。当たりと外れがございます。薬味や花の花が入っております。こちらですと3枚から20枚のお蕎麦が入っています。早めに取っていただけますか？取りたい。時間もあるのか。めっちゃ美味しい。止まんない。このつゆがさ、めっちゃ美味しいよね。じゃあでも20杯足して1、2杯以上は。お、まだいけるぞ。じゃあ14杯いきます。適宜のカメラアピール。美味しいよ。やばい、無言になっちゃいますねこれ。取ろうか迷ってる。包丁ワンコあと1回取りたいな。意外と早い、ね、でもあと35分もあるよ。結構、2人前か。わさびをちょっと。わさび食べてます？大好き。わさび大好きなんだ。すごい。今食べれない？ネギとわさびの生姜のご用意でございます。ネギ、ね、33杯ですね。いいね。通常です。42杯です。
ミグさん早い。なんかコツをつかんだよ。うんうん、もくもくと食べちゃいます、うん、なんか早く食べ過ぎて帰りそばがある感じする。え、なんか私限界が分かんないかもしれないです、これ。帰りそばがある。ちょっと待って、お水飲もう。うんうん、10分経過しました。54杯になります。うん、56杯ですね。うん、同じくらいです。